今日も始まりました、はい、第1土曜日、はい、土曜の正午はあなたが主役。3月です ね、 もうね、はい、3月4日です、ね、今日は ね、 春らしい服装で。あ、そうですか、ね、似合ってますかね。いや、僕に聞くより自分でモニター見てどうですか。綺麗今日は ね、 ね、あの楽屋に、あの控室に入らせてもらったらね、はい、あのいつもになく社長の眼鏡ギラギラしてましたよ、はい、その時は似合ってるなと思ったんですか、はい、あるらしいと思ったんですか、どちらですか。忘れましたね、ちょっと脳がとろけてます最近でもやっぱ 薄いの着ると何気に太って見える感じがする、まあね、今日、うん、ほら比較的あったかいじゃないですか。はい、あったかい、ね、でまだ完全にね、うん、あの冬服はまだいっぱい残ってるので、はい、何着ていこうかと考えました。ね、考えましたよ、はい、で外歩いてるとポカポカしてですねもう冬のセーターもうちょっと閉まっちゃおうかなと思いましたね、うん、今日ね、なんとか衣替えの時期です ね、 ね、はい、1、2着だけ残してもね変えようかなと思ってますね、はい、今朝ね社長、はい、遅れてすいませんでした。いえいえいえ、本当ギリギリで入らせていただいてね、はい、今日はハプニングがあったんですよ、はい、聞いてくれますか、はい、遅れた理由の言い訳です、はいはい、あのタクシーでね、はい、いつもあの与野駅まで来るんですよ、はい、京浜東北線ですからね、はいはい、それであのマネージャーと二人でいつものように歩いて、はい、で電車が来ました、はい、普通ね私を乗せてから自分が乗るでしょう隣に、ね、自分がさっさと乗っちゃったんですであの人はあれマネージャーどこ行ったのって後ろ振り向いてるうちに電車が出ちゃったのなるほど、あら、そしたら乗っていっちゃってんですよ自分だけもう焦ったなんてもんじゃないね、はずみさん、はい、はい、マネージャーどこで気づいたんですかもうホームで あの人どこで降りるんだろうで私いつもこの人 の、はい、あの後ろ姿を見て歩いてくるから、はい、後ろ姿を見ながらずっと歩いてついていくから、はいはい、どこがどの駅でどこで降りるのかあんまり頭入ってないんですよ、はいはい、入ってこれどこで降りればいいんだ、上のかな秋葉原かなっていろいろ考えながら、はい、次の電車を待ってたら、はい、やっぱさすがここで褒めます、はい、マネージャーです、北浦和で乗ってきたんです次の駅でもうそこまで心臓がドキドキしてました。ああ、じゃあ次の駅で降りてたんですね、マネージャー、ね、降りてたんです、はい、なんかねあんま気の利かない人だと思ってたんですけどね、はい、やっぱ気の利く人でした、この人でよかったです。でもね普通は乗ってとかね、はいはい、マチコさん乗ってっていうのに自分がさっさとこういうハプニングがありまして30分遅れましたです。どうも申し訳ありませんでした。だから今日は打ち合わせなしでやりますので、まあいいじゃないですかね服装も春らしくって頭も春らしくって何ですか、どこが春らしいんですかあ、服装ね、はい、もう頭いつも春ですよ、ね、冬がないんでいいですよね冬眠っていうのがないですね、はい、常に忙しくしてる、常に何か考えてる、それを全て忘れてしまう、はいはいはい、これが年ですね。まあしょうがないですよね、これはね、はい、まあ、みんな年取っていきますからね、はい、本当にねこう若返りの妙薬というのをね、はい、欲しいです。でも僕の周り結構ね90歳代の方とか80歳代の方が元気で、うん、すごいなと思って見てますけどね。じゃあそこまで頑張りましょう、はいはいはい。でね、今ちょっとね、うん、僕の YouTube のこれ生放送で50分じゃないですか、うんうん、で私の方でゴッドギャンブラー小西というチャンネル名であの30分に編集してあげてるんですけども、1月2月とですねあの日本のタブーに挑戦しましてですねYouTube が今新しいのが上げられなくなってるんですよね、ペナルティ食らっちゃってですね。で1回目、1月にあこれですね、私のパソコンであの編集しようと思ったらこの画面しかも出ないんですよ。期間は言ってきてないんですか。いや調べるとやっぱ2週間ぐらい、1回目の通告で1週間、2週間、その1週間僕分かんなかったんですよ、おかしいなおかしいなと思って、あの編集のメーカーというか機械の操作の間違いかなと思ってたら1週間でパッと直ったんで、で2月もう1回上げたんですよ。その方にあの1月と2月出ていただいたんでね、で期間がちょっと迫ってたので2回目上げて、少しの間経つとですね、
今度全く動かなくなりましてですね、あんまりおかしいんでメーカーに問い合わせしたらメーカーの方でも対処できないと、これは YouTube の方に連絡した方がいいって言われたので、うん、あの YouTube の方にですね連絡しまして、でちゃんとチャンネル名も言ってどうしても公開できないと、そしたら翌日この画面になっちゃったんですよ。でいろいろ調べるとやっぱり警告が2回、1回目は1週間ぐらいで解除されて、2回目の警告が来ると、多分ね2週間ぐらいなんですよ、何も動かせないです。で警告が普通メールで来るんですけど、過去のメールを調べると来てないんですよね。だからよく分かんなかったんですよ。まあだから3回目に警告が来ると私のアカウントがもう全部なくなっちゃって、何も上げられなくなるんで、これが、今週の頭ぐらいかな、こうなったのが。だからそれから2週間ぐらいもうダメかなと思ってですね。じゃ何か方じゃないけど YouTube 方に、まあまあ、本当はね僕が知ってたのはやっぱり女性の裸とか、まあ、犯罪関係とかそういうのを挙げるのはもうタブーじゃないですか、普通に考えてね。で僕が挙げたのは東京大空襲という事実を挙げて、ただやっぱりこれは地上波キー局でも何でも放送はしてないんですよ、はっきり言ってできないんですよね。これやっぱり日本が負けた敗戦国であり、アメリカからの圧力がかなりあるのでできないです。全てなんていうんですかね、日本が負けた時にマッカーサーが来てですね、日本の歴史関係の書物も全部燃やされましたから。そういうお話をなさったわけですね。やはり、日本という国はちょっとやっぱ特殊なんでね、こんな小さな国でこんな恐ろしい国はないということ で、 そうですか。ある意味こう日本のこうちゃんとした歴史をもう日本人に学ませないとということでお話になさったわけですね。そうそうそう、それと全然どこでも扱ってない資料が僕ら持ってたんで、その資料を生放送でガンガン上げたんですよ。でそれがまあ引っかかったんですよ。ある程度は覚悟してたんですけども、やはりこれで分かったのは、やはり日本には言論の自由はないなと、はっきり言って嘘を800並べたわけじゃないですし、事実関係を報道したので、でやはりダメかなとね、痛感しましたね。いくら YouTube といえども、ね、よくよく考えたら YouTube とか Google っていうのは本社がアメリカですからね、まあしょうがないのかなと。ただ僕はアメリカを非難したわけじゃないです。そうですね、戦争はもう絶対ダメですと、そういうことをおっしゃったんですよね。どういうことをやっても戦争ということで解決したらダメだということを話してですね、本当にもうたくさんの日本人、一般人が亡くなったので、ほとんど慰霊碑がないんで、それを建てられないかなと思いながら、放送はしたんですけどね、まあまあしょうがないですねこれはね、ということで、そこら辺で止めましょう、これも YouTube なくなって困るんでまあ他の手がありますよね。はいはい、アメリカって今おっしゃったけどね、はい、昨日、私の大学が決まりまして、孫がアメリカに帰りまして、今朝着きました。よかったですね。3週間ほど向こうに行って、それで3週間、26日にまた日本に、今度家族で来ます、ファミリーで。ね、そういうふうに日本今平和じゃないですか。でね、戦争で負けてこんなに発展して平和な国ってないんですよ。いいですね、だからね、負けてよかったのかなっていう気もするしね、どうなのかなという、まあ、でやっぱり、ね、アジアではもう日本しかないですからね、もうね、今日もねアメリカで家族で見てますよ。さくらちゃん無事に着きましたね。マリコ見てますか。大学入学おめでとうございます。合格か、まだ入学しないでしょ。入学は4月ですね。はい、頑張りましたよ、アメリカから親から離れてね、うちで半年いて、昨日帰って。でもアメリカだったらね、ハイスクール出るとほとんどもう独立心が強いから、親から離れるでしょ。日本ぐらいですよ、ずっと大学とか成人しても親元でいるのね。親元でいるのね。そういえば独立なんか離れてるね、しっかりしてる。だから向こうで育ったね、日本人といえども子供はですね、独立心がやっぱり日本人より強いと思いますよ。社会意識も強いと思うしね。強いです。食事をね、こう作ってると、さくらちゃん今日のこれでいい、大丈夫よ、私も大人だからって、
今までの孫で初めてです。そういうちゃんと返してくれるの。ああ、なるほど、うん、あやっぱりあまりアメリカでね育ったから、はいはいはい、こうなんだなって、はいはい、違うと思います。感じるとこはあるね、はいはい、しっかりしてます。あ、はい、まあね、おばあちゃんがね、はい、春ですからねどうですか、さすがそう見える一年中春ですよ売れない歌を一生懸命歌ってあのそう思うでしょ。最近はトークの番組が多いんですよ。ちょっとはね、うん、いや本当売れない歌手の日賀野真知子です、助けてくださいまあまあ少しずつでもね、うん、明日は歌いますよ。あ、埼玉新都心で。天気良くていいですね頭も天気でいいです。また野外で歌うわけでしょ。野外で歌うんです。で、ね、はい、歌手は2人ですね。あと踊り、はいはいはい、だから頑張って歌います。あの結構うちのお客さんも、はい、の友達も、はい、まあ、地域ですからね、はいはいはい、うん、結構見に来るんだよね、はいはい、何時からなんですか。12時から、まあ、間違わなきゃいいなと思って今からドキドキしてます。ああ、歌い始めは何時からなんですか1時12時45分そうです。じゃあ早めにお昼ご飯をね皆さん食べて、はいはい、見に行って終わってからね、みんな、はい、あのファンの人がね食事行こうって。あ、なるほど、はい、結構楽しみに、ね、もう日曜日だから今回は、はいはい、だからお客さんも結構来るみたい、はい、そこ周りにお店なんか出店みたいなのあるんですか。出店といいますか、明日屋台フリーマー、あーフリーマーケットならいっぱい行きますよね。何歌います。明日ですか。未練花と、はい、で、まあ、周りがざわついてるから、はい、ざわついた歌でね、そこに合う歌かなと思って、大ちゃん数え歌っていうの、元気のいい歌を、はい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 、天童よしみが歌ってたやつだな、一つひったよって言ってたんですよ。ミレンバナはちょっと暗いでしょ、天気に合わないよね、なんかね。でも新曲ですからね。でも、もうリコーディングが8日で完成しますので、はい、あ、新曲が、うん、はい、いい歌ですよ、今度の、はい、うなって歌う歌、毎回いい歌って聞いてますけどね。そうです、でも裏に兄です、頑張ります。それだとまた優先のマップ行けばねうん、優先行けばね、優先も6位まで行ったからね、はいはいはい、よかったですよ。だん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 に6位から10何位、はい、23位、30位いくつ行って、はい、今はね50位に入ってないみたい。だから見ないようにしてますもんまあまあね、優先なんて誰も聞いてないそう、うん、それで昨日私のラジオでしたよ、はい、あ、はいはいはい、うん、11時からでしょ。11時間、起きてました。起きてたんですけど、はい、気づいたら LINE かなんか、フェイスブックかなんか上げてたんですか、うんうん、そうです。見たら11時半だったんで、はい、あらと思って。ダメよ、もうフェイスブックでもね、はい、バンバン入れてんのに、はいはい、あの結構軽快に話してますよ。あ、うん、何に告知すれば一番いいんですかね。一般の方はそんな感じですもん、うん、そしたらね、あのこの間から一緒にご一緒したおさむさん、はい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 、おさむさん、あのね、もう頂点を取られた方でもね、はい、マチコさんよ、俺の歌を優先にかけてくれっておっしゃった。宮地おさむさんです、はい、であとあの阿部律子さん、はい、あの人も私にもかけてって、こんな売れない歌手にね、 大スターの方がね、あの言ってくださるんです。なるほど、だからぜひ、はい、かけさせていただきたいと思います、はい、この間ね、おさむさんが、そうですね、すごいことおっしゃったですよね、はあ、何ですか、何でしょう会話になら、すごい本当にね、はい、あの耳を疑いましたよ、はい、ちょうどあの社長も一緒していただいて、はい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 、ね、マネージャーも一緒に、向こう宮地おさむさんも、はい、見えてね、そこであの会食っていうか、はいはいはい、まあまあね、うん、みんなで食べたり飲んだりしたんで、はい、ただね、おさむさんがね、マチコちゃんよ、俺あんたに俺の歌2曲あげるっておっしゃったんですよ、はい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 、社長も聞いて、はい、聞いてました、聞いてました、うん、でね、最初にね喜んだ顔されたのが、はい、小西社長でしたよ、はいはいはい、でしたね、はい、あれ良かったですよね、良かったですね、ちょっと練習してお披露目ね、ここでもちょっとね、うん、流しましょう。そうですね、喜ばれると思います、ね、はい、了解です。それどういうことですかねって友達に聞いたら、はい、いや多分俺の歌をどっか行って、はい、公園に行っても歌えっていうことじゃない。もう絶対そうですよ、やっぱり、ね、そういうことですよ ね、 ね、うん、で歌に力がありますから、はい、日賀野さん力なくても歌に力があるから大丈夫です。その前置きがねちょっと引きずってならないんですけどはい、はい、はいはいはい、それともうちょっとね、はい、あのゲストの方も来てるんですけど、はい、私の競馬をちょっと流してください、はい、先週の結果それ誰でしょう。
保坂さんです、はい、保坂義恵さんからコメントいただきました、はいはいはい、あの小西さん、東沼智子さん、はい、頑張ってください、はい、毎月いただいてますね、はいはい、保坂雄星一ありがとうございます。明日ね、私のライブを見に来られるそうです。はい、はい、もう一回ちゃん私の予想、はい、先週はなかなか、ね、難しかったです。ただ武豊の馬はやっぱり3着に持ってきましたね、やっぱりね、はい、あと1着2着がちょっとね、うーんとなるとこですね。考えてはいたんですけどなかなか買えない。明日の予想、明日から弥生賞が始まります。これはね、あの3歳馬のクラシック戦線に乗ってきますから、これ3着まで来ると皐月賞に優先出走権が与えられます。だからまあまあ優秀な馬ばっかりですね。どの馬も買いたいぐらいの馬で、ただ頭数がね10頭立てかな明日は。でほとんどまあ強い馬で、こういう3歳馬を買うときにはですね、皆さん馬中っていうのを見てください、新聞で。馬中、馬中、馬中っていうのは成績がずっと載ってるんですけどもね、新馬戦未勝利戦とか勝ってる馬が出てくるじゃないですか。で新馬戦って、ね、初めてレースに 出て勝った馬が新馬戦1着なんですよね。新馬戦で1着取る馬っていうのはずっと追っかけた方がいいですよ、強いですから。で新馬戦なんかで負けた馬たちが未勝利戦出てきますから、そこで1着になったよりも新馬戦で1着になった馬は強いです。だそういう馬を狙って、弥生賞みたいに、クラシックのトライアルっていうのはやはり僕が前から言ってるように社大ファーム社大関係の馬がやはり力を入れます。それとやっぱりトップジョッキーがやっぱり来ますから、今回も5頭選んでます。でちょっとねやっぱ他にも買いたい馬が3頭ぐらいいるんですけども、多分6番が一番人気になるのかなという気もするんですけど、4番からいきます。というのはですね、4番はですね、前哨戦がホープフルステークスという12月の末にやった G1 なんですよ。そこで2着になってるので結構ローテーション的にもゆったり取ってきてますので、この馬から他の4頭へ流します。で頭数が少ないんでね、本来なら16頭ぐらい出てもおかしくないんですけども、10頭なのであまり紛れがないと思うんですよね。馬込みを嫌う馬なんかは頭数が多いとひるんじゃって走れないんですけども、頭数がこれくらい適当な頭数なのである程度実力通りで、このコース中山の芝 2000m なんですけども、これ皐月賞と同じコースなんです。で距離も同じで、だから順調に使ってきてる馬がいいのかなと。で4番を軸に1番2番、6番8番この辺を買います。 できるだけ生まれはボックスで、3連単は4番を軸に他の4頭へ、マルチで買うと面白いと思います。3歳ですから紛れは必ず出てきますから、あまり突っ込まないように遊びながら、はい、天気もいいですしね、馬券買ってどっか遊びに行ったっていいんじゃないでしょうかね、はい、はい。ではですね、ちょっと押しましたけども、ゲストの方の歌を、はいはい、ミュージックビデオ一発流しましょう。それで入っていただきましょう。お前がそばにおる
だけでお前を不安にさせてばっかりの俺やけど、でもこれから先一年たったち10年たったちこの気持ちだけは変わらんよ。愛し中好きや。なあ今何しゆう。なあちゃんと伝わっちゅう。いらっしゃいませ。今日のゲストさん。はい、若くて可愛い千穂ちゃんでございます。よろしくお願いします。お願いします。今ビデオ流れてました。はい、だいぶイメチェンしましたけど、はい、はい。いい歌ですね。ありがとうございます。なんていう歌ですか？あ、愛し中期って、はい、あの土佐弁の曲になります。はい、高知弁じゃないですよ、土佐弁って言われたら怒られちゃうんですよ、ね、そうです、怒られますよ、高知の人に。土佐弁って言えば、高知弁違いますか？そうですね、エセみたい、エセってわかります？はい、セもどきですよ、もどき、はい、もどき、どっちがもどき？高知弁うん、あ、高知弁ねっていう人とかいるじゃないですか、やっちゃいます、土佐弁ですみたいな。土佐弁って、はい、例えばこの愛し中期ってあるじゃないですか、はい、男も女も同じなの？土佐弁って、女は若干柔らかいとかあるのかな？愛し中よとかになるのかな？違うよね、やっぱり。もともとその愛してるよ、標準語にしたら愛してるよだけど、あの愛し中期ってこの男性が言う愛し中期って、うん、何かな、いやいやとか、私のこと好きって聞いた時に、愛し中って聞いた時に、愛し中、そう、愛し中期みたいな、なんていうかな、恥ずかしいような、あ、そうか、うん、なんか普通の標準語の愛してるよっていう優しい感じじゃなくて、なんか愛してる、めんどくせえな、もう愛してるよ、そんな感じですよ。そう、そんな感じの感じで、土佐のね、男の人、まあ全国そうかもしれんけど、ごめんね、素直じゃない人が多いき、なんかこんな風に心の中では思ってくれちゃったらいいのになっていう感じで、あの書いた曲です。人吉の倍っていう意味ですね。好き倍とか、あ、そういう最後につける ね。ヒガさんなんか愛し中期って聞いたら、うん、高齢だから、うん、中部思わない、それはそれ、ちほちゃん分かる、もういじめられて何年よ分かる、それは愛し中期、うん、じゃあ言ってみましょうか社長に愛し中期中文なってますよちょっと叩きすぎよいやでもね、日賀野さんのほら歌仲間でこういう、うん、なんていうか雰囲気の歌っていうのはいなかったもん、ね、いなかった、ね、ほとんどいないですよね、うん、演歌の方が多いから、うん、あ、それはね、うん、やっぱりいい歌手なんでね、うんうんうん、でもいい張りのある声してるね、声いいですよ、ありがとうございます、うん、ねえ、なんか優勝したんでしょ、どこかで。そうですね。ね。違う。うん、どこで、で、高知？高知で開催した全日本カラオケ大会っていうので、うんうん、今のレコードが、今の、うん、あの、はい、事務所の社長が審査員で、うんうん、はい、審査高知で、いっぱいいたんですけど、キングレコードの方とかいろんな方がいたんですけど、うん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 、その中でまたうちが歌った後の、うん、はい、総評が今の社長で、はい、笑顔がいいですねって言っただけですけど、笑顔がいいですねって言っただけで自分でこう、例えばその決勝でしょ、はい、出た方でうまいなと思う方もいた、はい、もともと、はい、あのいつもその友達ずとそう歌仲間と一緒に出てて、はい、結構いろんなものにで絶対負けるんですよ自分が、はいはいはい、でその時も初めにその友達が初めに賞をもらって、はい、あ、今回もまた負けたって思ってたら、うん、最後の最後に優勝はみたいな感じで違うって言われたの。そうです、
だったんで、もうまあこれが本当に最後にしようって思ってた大会やったんで、あのまあ運命やなと。歌手になる運命だったのね。俺ね、ですかね、その社長がね、そのお母さんの居酒屋でたらふく麺ごちそうになったかと思いました。違うよね。その社長同期だもんね。え、山田さん。あ、社長の。で、やったと思ったんですか。初めて買ったと思います。その時何歌ったの。エリカっていう、はい、その自分の好きなアーティストなんですけど、はい、その人の曲を歌います。はい、自分でもやったと思いました。歌った後ですね、賞もらう前、うまくいったと思いました。てかいろんな大会に出てたら、うん、なんか優勝しやすい曲とかって選んでいったりするじゃないですか、はいはいはい、審査員好みの曲とか、もうそんなこと関係なく自分の好きな歌を歌ってみようっていうことで歌ったんですよ、はい、だからそれもちょっと違うかったんじゃないかなっていう。やっぱ気持ちの乗り方も違うじゃないですか、自分の好きな曲なんで。だからかな、さんと一緒にこう、はい、歌われることあるの、現場で。現場といいますか、そのステージかなんかで。横浜で何回かあるね。最近あるね。最近一緒ですよ。最近一緒ですよ。ということで演歌とかそういうバラード系の歌も一緒で。はい、はい、はあ、でもオールジャンルイベントみたいな感じですね。客層は、客層は若いとか、いろいろ、あのやっぱりうちが歌うときはちょっと客層ね、同じぐらいの客層になったり。そうですか。そうじゃないですか。そうですか。マチコさんが歌いうときは、あの世代の方が、世代の方が、椅子に、ね、ちゃんと座ってこうやって聞いてくれてますよね。うんうんうん、それは言えるかも。まあ、ショッピングセンターって、うちすごく大好きで、あの目に見えて自分の評価ができるじゃないですか、はい、うんうん、聞きに来てないもんね、みんな買い物に来た人聞くから。そうそう、それがこう通り過ぎて、ね、ああ、ただこう通り過ぎていく人が座らなくても止まってくれるだけで、あ、自分は大丈夫やっていう。だいたいあれでしょ、吹き抜けのとこ下下のステージ、2階でこう聞いてますよ、だから上からでも、ね、そうです。そっかそっか、本当いくつかあるね、何か所かあります。だから今度は15日ですよ、うん、どこだっけ、富士南です、はあ、富士吉田とかのとこの富士南、静岡、はあ、その後もまた入ってきないでしょ。その後はうちは一緒になるのは埼玉かな、4月に野田、イオンモールで、はあ、そうだ、野田時計台のところだ。あそこもすごい歌いやすいです。あ、うん、だいたいそういう時何曲歌うの。2曲か3曲ですね、時間があるんですよ、うん、25分なら25分。フルを歌うんですか、2コーラス。フル歌います。あ、まあ演歌の方はメドレーにしてきたりとか、いろいろありますけど、反応が面白いよね、そういうとこだったらね。そうなんですよ。けどやっぱりコロナの前とはできることとできないことがあって、はい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 、コロナ前だとうちフライヤーあるじゃないですか。はいはいはい。どうぞ。そうだ、ちぐちゃんのポスター言わなきゃいけなかったし。これね。うん。そう、はい。このフライヤーが、はい、あのをあの歌う前にあの、はい、結構前まではテーブあの椅子に設置したりしてたじゃないですか。それを忘れた時があって、あの並べるの、はい、その時に。普通にあのステージ始まってから、あ、忘れちゃったって言って、うん、皆さんに普通に挨拶 しながら配ったことがあるんですよ。そう、そんなことを今もできないじゃないですか。なかなかね、一緒に一緒させてもらうと頑張って動いてますよね、藤井さんとね、うん、うち多分朝一はスタッフやと思われてます、ね、そうそう、はい、最初、うん、もう普通にもうざっとした格好で、あのあの化粧もせず、はい、うん、頭ボサボサで来るアーティストをあのお迎えしてこうしてこうしてて、はいはい、こういうスケジュールになっております、うんうん、はい、控え室に連れて行きます、まあ、それを自分がやるんで、うん、頑張ってますよ、すごくよく動く。コロナの時はそういうイベントなかったでしょ。
あ、もう全然、うん、だから本当にこのごめんでっていう曲をリリースした時は、はい、あの全部がキャンセルになりました。あ、結構あったんですよ、ツアーが、はいはい、ショッピングモールのツアーが全部キャンセルになって、はい、引きこもりです。生活も大変ですよね。そうですね、もうみんな大変じゃないですか、みんな大変で。でもさっきね、ちょっと楽屋聞いたけど、今はね、歌だけで苦しいながらも、うん、とりあえずはできてるって言うんですよ。歌でね、食べれてる人そうはいないよ。いないですよね。歌で食べるというよりは、うん、何もないから、うん、家におるから、うん、やっぱりっていう感じですよね、うん、アクティブじゃないんで自分、うん、でも家賃から光熱費からね、下手な食事から、食事はいくらか、居酒屋で儲かってますから、お母さんとかね、うん、全然関係ないです。その辺は、はい、はい、あ、今の私とは高知桂浜ね、はい、いや、そうは言ってもほら、うん、仕送りとかあるじゃない、野菜とか物でもう困った時には言います、はい、高知って何が美味しいんだっけ。まあ、カツオですよ、カツオ。カツオ、代表的にカツオとは言われますね、うんうん、私もね、バスに乗ってる時に、うん、あの高知から桂浜まで行ってた、うん、で、あそこね、なんか7つの石があるんじゃない、桂浜、うん、そうなんすか、海岸に。知りません、あの、忘れちゃった。7つの色の石を拾うって多分案内してたような気がする。もうだってもう何十年前だからね。けどカツオは、カツオの、まあ全部魚もさばきますけど、うん、自分も、あの、カツオはやっぱり、うん、美味しい、まあ、千葉とかね、うん、ね、うん、銚子とか、あの、いっぱいね、有名じゃないですか。まあ、いろんなとこ、こっちの方は脂が乗ってて、だん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 下ってくるんで、うん、脂がのすごい乗ってる時と乗ってない時ととかいうね、うん、こう好みがありますけど、枕崎、鹿児島の、はい、うん、それとやっぱり高知がカツオ美味しい、うん、と思います。まあ、大変ように面しますからね。もう東京の方は、はい、高知で、まあ言うたらしっぽく料理とかがあるじゃないの。高知しっぽくは長崎っすよね。あ、そう、高知でも、高知は沢地料理です。沢地料理っていうのか。はい、沢地料理ってどういうの。こんな大きいお皿に、そうそうそう、あの普通に刺し盛り、わかります、うん、あのお正月とかにある、うん、あれでこんな感じで、あの、いろんな、あの、エビとか貝とか、うん、あの、ブリコとか、なんかいろいろこう料理がこう大きいお皿にいろいろ乗ってるのを沢地料理っていうのかな。うん、うん、考えたことなかったですね。俺現役の時に下請けが高知の方にもあったんですよ、うん、で、四万十川のそばだった、僕ら行ったのね、はい、で、一応は高知有名なんで、中村ですね、まあ、高知で降り、あ、中村だ、はいはい、高知で降りて、播磨橋とか、はいはい、刀剣、はい、とか見て、桂浜で横あたりに刀剣場があったような気がする。あります、あります、そこも行ったりしてね、うん、で、いろいろ、下請けだったから接待してもらって、うん、それこそ言われた大きなお皿にね、そうです、うん、全部美味しいなと思ってました、うんうん、その地方の産物とか名物をね、うん、やっぱり、地方地方で違うもんね、うん、そうですね、うん、もう、あの、高知の人間は一番口が肥えてると思ってるんで、あら、そう、うん、どこ行っても、あの、まあ、家族とかでね、うん、どっか旅行行ってももうちょっと甘い方がいいよねとか、うん、いろいろ総評しながら食べてますね、うん、家族で、あ、はい、まあ、居酒屋っていうのもありますけどね、やっぱ自分のお家がね、そうそう、でだから居酒屋だから、うん、あの、美味しかったらこれ、あ、メニューで作ってみようかとか、そういうのをやったり、いい、行きたいです、ね、居酒屋のお名前、店名は何ですか。宣伝してください。宣伝してください。宣伝、うん、食材小春日和と言います。今日みたいな小春、食材小春日和、うん、それが、あの、店の名前、店の名前です。今もうコロナで、あの、ね、東京ではね、何百人とかそんなんですけど、うん、地方はね、地方はそれでも、うん、やっぱりね、もうまだコロナ禍っていう感じで、うん、それそれそれ、お客さんも減りますし、まあ、市内にあるんですか。市内は市内です。けど市内から、まあ、皆さんが言う、はい、桂浜じゃない、はい、播磨橋、我慢の中としたら、うん、タクシーで15分ぐらいですかね、
針前橋ってすごいもんかと思ったらちっちゃいよね。びっくりしますよ。びっくりしますあのワースト3に入ってますよね今。あの本当に初めてあそこの四国に九州が大分が渡った時に、うん、もう私は一生懸命ねやっぱ案内覚えるわけよ、うんうん、もう景色見たいけど覚えてないと言えないじゃないですか、うんうん、でもう一生懸命覚えて、うん、忘れてないんだろうな忘れてないと覚えて乗ってさ高知に上がりました、うんうん、針前橋が間もなく見えてきまして見えやしない、うん、こんな子供みたいなね、うん、5歩ぐらいで渡るじゃん、びっくりしました、ね、あれなんであんなちっちゃいんだろうね。ちっちゃくなったんですよ本当は、うん、そこの今あるあれの横が川だったのそこもそこが針前橋だったんですよ、ね、でなんであんな下に川も流れててあれですけどなんか観光かなんかはよくわかりません勝手にちっちゃくなってます。キヨさんはだったらその地元にファンクラブみたいなのあるんですか、うん、あるんですよ ありますね、はい、何名ぐらいいるんですか知りません数えきれないなそうですねすごいとりあえず 100人ぐらいは100人以上はいますね、はい、あのいいこと教えてもらったんですよ、はい、お客さんが見えるじゃないですか、はい、居酒屋さんにそうするとね酔っ払った時に会員になってもらうんだってそうでね酔っ払った時にというか、うん、あのそのライブを企画した時に、うん、絶対もう高知の人間はお酒がないとダメなんですよ、うん、ねあのライブ中にあの普通にかん、はい、あの感激するみたいなことはないんですこう黙って、うん、ねないのでもう絶対ディナーショー系にするんですよで飲み放題のお料理付きでいくらですみたいな形にして、うん、あの開催するっていう、うん、あの約束しましたので今度やるときは読んでくださいはい、はい私懐かしいから今度はもう4月に決まってて、うん、もう決まってるでしょ、はい、でもねその後だねそうですね、うん、そう愛し中期ライブっていうのをデビューの時からもうずっとやってるんだやってて、はい、それをもうタイトルで打ち出すんだ愛し中期ライブもうデビュー曲が愛し中期なんで、うん、そう僕ね、まあ、今日ゲストに出ていただけるので何回も聞いたんですよ、はい、すっげえ気になったの耳障りで何聞いた時に声いいじゃないですか、うん、そうそう声いい雰囲気いいし声いいし、うん、曲もっていう感じだったんです、うん、歌詞だったんですよでこれさっき聞いた時に自分で作られて男目線で作ったって言ったじゃないですか、うん、何が俺ダメだったかダメっていうか自分で気になったか、うん、俺とかお前の言葉多すぎんですよで数えたんですよワンコーラスでお前が6回出てくるんですよ、うん、で俺が3回出てきて2コーラス目でお前が2回出てきて、うん、俺が5回出てくるんですよ。そうなんです。もうしつこい方出てくるんですよ。それがね耳に残るんですよ、うん。こんなことは言わねえなと思って男はね。うん、で、うん、情景が浮かんでこなかったんですよ。歌詞全体の。あまあ変な話、うん、さっきあの石川さゆりも歌うって言ったじゃないですか。あれだったらほら。あの上の初の情景がぶわー出てくるじゃないですか、うんはいはい、そういうのが欲しいなと思った、だから愛し中期のもう始まりだけが、はいはいはい、女の人が喋ってる感じなんですよ、はいはい、実際、はいはい、でその D メロからもう全部男性の目線になって、はいはいはい、で2番の A メロはもう逆に、はい、お前はいつもそうやって俺に聞いてくるけど俺も聞きたいんやっていう、はい、2番はもう全部男の気持ちに変わる、ね、さっき愛し中期の意味を聞いたじゃないですか、はい、男がもう分かってんだろうと、もう足返してこの歌詞見たらそばにいてなんだかんだっていう話なんですよ、うん、ってことはちょっとタイトルと違うなと思いながら僕さっき、うんうん、もうちょっと男がめんどくさくて突き放すんですよ、お前といつも一緒にいて愛してるとかなんだかんだとかね、そんなねめめしいことは言いたくない、そうなんですよ、だから心の中なんですよ、これ口には出してないんです、心では本当はこうやって思うちゅうけどめっちゃ突き放されてるんですよ。でバックナンバーって知ってる？バックナンバーわかりますよ、僕あれ嫌いなんですよ。あ、そうなんですか、うん、曲とかこう歌面白いんです、歌詞が嫌いな、要は中高生の女子に受けるような歌詞ばっかり。そうですね、しょうもない歌詞なんですよ、うん、こう一番アホかと思いながら僕はやっぱり曲がいいから、うん、若い人が聴くからとりあえず聴くんだけど、うん、もう歌詞がもったいないなと思ってね、うん、
うち結構バックナンバー好きです、うん、好きな人はいっぱいいるんですよ、やっぱね、うん、ただやっぱりこう情景がなかなか浮かんでこないのと、うん、で直接的っていうかね、なんていうのかな、愛してるならながらとか、うん、もう世界が狭いんですよ歌詞の中の、うんうん、もったいないなと思って、なんかね露骨にあの使っちゃいけないような、うん、あのかあの言葉を露骨に歌詞に入ってるの私にもある、うん、あるで私は言いました、注文した、うん、これは歌でこういうね、うん、言葉使っちゃいけないんじゃないですかって言ったら書いてくれたね、うんうん、そこだけ、うん、じゃあこれね、あの歌詞は難しいですよ、だからね社長に、うん、歌詞があんまりだいたい全てにねあんまり良くないとおっしゃるんですよ、だから私もねそれからちょっと歌詞を気になるようになったので、自分の新曲を見たのね、うん、こういうことは絶対歌詞の中入れちゃいけないなっていうとこがあったのね、はっちゃん、うん、これやめてください、昔の歌謡曲なんかやっぱ中西麗とかね、うん、悪友とかいたじゃない、うん、作詞家で、やっぱりねすごいで す, いです歌詞だけ見て、やっぱりすごい、こんな言葉がどうやって出てくるんだろうとかね、思うから、うん、やっぱ歌詞ってのは難しいんだなと思いますよね、難しいですね、やっぱそれと曲がマッチする、そうそうで自然に耳に入ってくるっていうのは、愛し中期も実際もうコーチの人は、うん、初めはもうこっぱずかしかったんです、あこっぱずかしかったのね、うん、もう聞いて聞き、はい、聞き合った、はい、こっぱずかしいけどずっと聞き合ったらだん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 もう本当にこっぱずかしくなった、あの好きになって行ってっていう感じだったらしいです、みんな、でも歌聞いてるといいよね、千穂、まあ、ちゃんの歌唱力かもしれないけど、うん、まあ、いい、CD より上手いっすよ、生の方がやっぱ、あ、生の方、あ、そうなの、はい、あ今全然違いますもん、やっぱり、じゃあそのね、うん、ショッピングモールの中で歌うっていうかすごいよね、そう全然違いますね、楽しみね、楽しみですね、うんうんうん、あ確かにね、やっぱりあの、うん、曲もみんな歌ってるといいと思うんだけど、うん、やっぱり本当に日本で有名な作曲家の方のさ、うんうん、あれはやっぱ入り方から違いですね、前奏のね、それとね、東野さんの前で言うのはあれですけど、いいどうぞ、あの演歌は日本の歌だとか一般的に言うじゃないですか、うん、戦前あんな歌なかったんですよ、うん、演歌って ないでしょうね、うん、戦後なんですよ、韓国から入ってきてるんです、うん、そうですよね、そうなんだ、うん、演歌は日本の歌じゃないの、はっきり、そうなの、断言しましょう、はい、それを日本の歌だ演歌って言うから何言ったんだこの野郎とか思いながら僕テレビ見ながら、テレビで日本の歌日本の心って言ってますよね、日本の歌っていうのはどう、あの童謡、童謡唱歌、あと民謡とかね、うん、あと歌謡曲で言ったら庄司太郎みたいにこうやって歌ってたじゃないですか、あんな感じなんですよ、みんな、うん、声楽が出たような人がこうね、うん、こう立たて、そうそうそう、立って歌う、歌謡曲がダメじゃないんだけど、うん、日本の歌じゃないの、うんYouTube 大丈夫ですか？そうだよ、ね。でも千穂さんうまいですよ。うまい。聞いてていいなと思うもん。針がある声にね。また3枚目がね、うん、今これから打ち合わせで。ああテーマは何なんですか、はい、テーマは。今回はねもう全部のあの丸投げするんで。ああ。ゆうきさんに。はい。で希望とか言わないの？あい。言います今回は、はい、あの本当にもうやっと土佐弁から離れるんで、うん、標準語の普通の曲になってくるんで、うん、ちょっと重たい曲にてか歌い上げる、うん、すごい歌い上げる曲にしたいなみたいな、うん、なんか自分のベストみたいな、やっと3枚目で超売れたよみたいな、うん、感じの曲に売れてよ、そしたらおこぼれ、今は哀愁期かもしれんけど、うんこれやみたいな、そんな曲を期待します、うん、小柳ゆきも好きって言ってたんですか、好きですよ、あ、それかいいね、歌える、歌えますよ、あら、じゃあ音域すごく広い、18が上手いのよ、うん、はい、音域が広い、声量もあるんだよね、うん、いつレコーディングって怒られる、収録、収録、収録、うん、売れてる歌詞はレコーディング売れてない歌い手はあのさっきの言葉じゃもどきだから、うん、録音、これから打ち合わせが始まるんで、はい、はい、じゃあレコーディングですね、はい、私はいつまでも収録、
いやでも日賀野さんはあれじゃないですか、あのね、うん、歌っていいって2曲歌っていいって言われたじゃないですか。ああ、おさむさん、おさむちゃんにね、宮城おさむさんに。それは強いですよ。強いですね、うん、多分どこを気に入っていただいたんでしょうね。そのガハハっていう笑いじゃないですか。これから品よく笑う。でもそれ言われたじゃないですか。言ってた。日川さん歌よりもその性格とね、その笑いで芸能界いけるよ。自分が歌で遠慮なく笑いますもんね、うん、それがいいと思いますよ。なんか言ってましたね、おさむちゃんね。あんたなんでそのわーって笑うんだってね。そうそう、おほほほとは言えませんよ。そんなの言えるわけないでしょ。そっちの方が恥ずかしい。でも一度ね、そういう女らしくなってみたいのよ、うん、私は嫌だ、うん、どう、うん、このキャラでいいいいの一回ぐらいね、うん、まあでもそれで歌が上手いからギャップがあっていいんじゃないですか。おーだって、うん、そうです、超ボーイッシュなんで実際けど、うん、歌う曲がすごい、うん、女の子みたいな曲じゃないですか。歌詞とかも別れの曲とかね、恋愛の曲とかも多いんで、うん、どうしてもギャップが生まれてくるんですよね、自分の中で、うんうん、でも真剣に捉えてますよ、曲に対してね、うん、そうですね、うん、やっぱり、ま、前にね、お客さんがいてくれたら伝えたいと思いますもんね、うん、あの無観客を何回もやってきたんでね、うん、コロナの中でね、あの時は寂しかったですよね。みんなコロナの中で歌うんですか、やっぱり。あの収録、あのネットです。あ、はいはいはい、うん、ネットの生配信とかね、一人で、はいはい、ね、なんかその相手に向けて歌うっていうのはちょっとやっぱ寂しいですよね、うん、気持ちの乗り方も違うんで、まあ、気持ちの乗りは違うかもしれない、うん、やっぱり今、うん、ちょっとでも一人でも二人でも、僕ら素人だけど、うん、カラオケ一人で行くわけですよ、うんね、楽しいよ。楽しいですか。楽しいよ、一人で歌って、例えば一つの曲歌うじゃないですか、少しずつ上手くなるじゃないですか、歌えるようになるじゃない、それが楽しいなと思います。ゴルフと一緒、誰と競うわけでもないんだけど、その歌が歌えるようになってくるだけで、うん、ああと思いますよね、うん、そうですね、あ、まあそうだね、私はやっぱりお客さんいっぱい入ってる方が歌いやすい、うん、私もそれはそうね、うん、県外が好き。県外が好き。地元はね、ちょっとやっぱ自分のキャラを、ば、失中期をみんなが。あ、失中期、みんなが。そうそう。引き目に見んのかな、それで。じゃあ、恥ずかしいんでしょ。そう、キャラは失中期、うん、何そんなに女の子らしくしゅうが、みたいな感じで言われたり、思われたりしたら恥ずかしいけん。はい、そう。うん、あの、ボーイッシュだもんね。うん、めっちゃボーイッシュ。なるほど。うん、あの歌う時もね、ボーイッシュで歌うの服装だよね。あれはもう無難な服装。あ、無難っていうのはあれ、そうだそうです。化粧はするの？してます。もうちょっと派手めしないです、このまま。このままです。結構ナチュラルメイクみたいな感じですもんね、可愛、うんうん、いから若いからね。でも曲によって変えたりする可能性も出てくるじゃん。曲には服だけです、顔は変わりません。いや、口紅でもうちょっと濃くしたいとかね。ないの？ないです、ないです。あ、言って言って。もう全部、うん、あの歌で伝えるタイプです。あ、けど歌に合う服で歌います、やっぱ。うん、あの愛中金時はあの黒なの？黒、うん、黒はあれ何でもいいじゃないですか。うん、まあそうだけど。どんな曲でも。私が見た時あれが多かったっていうか、まあ 1,2 回だもんね。いや、ずっとあれです、うん、あ、そうなの、うん、まあまあね、うん、楽しみですね。いや、はい、あのやる気、ええと、あれがあるよね、元気やる気、ね、勇気か、あっという間に時間が経ってきてるんですが、ね、最後に何か皆さんにこう伝えることとかありましたら。そうですね、うん、ファンの皆さん、やっぱりやっとイベントがね、はい、増えてきましたのでね、はい、またマチコちゃんともね、はい、ね、はい、あるしね、はい、よろしくお願いします。これからまたたくさんの方とね、はい、会えることを楽しみにまた頑張っていきたいと思います。一応、はい、直近のイベントから、はい、あ、3月15日 の、はい、あのその静岡のイオンタウン富士南が一番直近です、はい、一緒に出ます。一緒に出ます。はい、3月15です。皆さん行ってくださいね、はい、森岡なのでね、はい、お買い物がてら来てください。よろしくお願いします。近いですから、1時間半で着きますから、東京なら。、はい、
ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、はい、今日もあっという間に終わってしまいましたがですね、はいはい、終わってしまいました、春の陽気に浮かれてる比嘉野さんと一緒にお送りいたしまして喜嗚さんというね歌のうまい方をゲストに迎えましたので、はい、それでは、はい、来週も皆さんありがとうございました。春の陽気のマスコでした。さよなら。